はい、どうも、シューティービーでーす。よろしくです。はい、お願いします。岩崎ティーノでーす。はい、はい、あの、ラガーズの谷中も来てくれてます。ラガーズインスタの中の人です。お願いします。はい、というわけで、本日は、まあ、皆さん見たらわかると思うんですけど、普段と服装がちょっと違うんですね。はいはい。はい。なんと、アクティブームさんが新しいね、はい、ウェアを出したということで、はい、こちら紹介をしていきたいと思います。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、本日僕と良平が着てるこの上、はい、こちらポロジャンの快適という名前の、はい、はい、ものでして、はい、まあポロジャンって今まで あったじゃないですか。去年あの鴨柄、そう、はい、去年あったじゃないですか。もう新しいのが出ましたよっていうことで、うん、僕の方白で鴨柄、はい、良平の方はシンプルブラック、まあ、ちょっとストライプ入ってるかな、うん、そうですね、うん、はい。で、あれなんだよね、アクティブームのマークの位置が違うんだよね。そうだね。あと襟がついてる。立てれば新庄さん寝かせれば、ゴルフのまあそれが本当にいいと思う。ゴルフウェアって、そうですね、まあアクティブーム自体野球以外にも他のスポーツでも着られてますし、はい、ゴルフの YouTube もなんかねあるじゃないですか、うん、ね、アクティブーム着てるやつもある。このポロジャンはあの上から羽織る系というものでも着れますよっていうね、うん、アンダーシャツの上から着ても、そう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 。で、このサイズ僕 3XL、はい、一番でかい。ほら伸ばしたらこんな感じ、うん、めっちゃ長いっしょ。ちょっとジャンプしてみて。あ、大丈夫あ頼むよ。これは M サイズです。はいはい、 M サイズ。 M サイズで、まあそれもまあレギュラーシルエットなのかな、大きさ的には。これはあのこっちのタイプと違ってここがちょっとねキュッとなってなってんな。確かにこれなってないわ、うん、だからどちらかというとよりレギュラー目に着るタイプなのかな。そうっすね、カメラマンっぽいっすね。とか、まあ救助スタッフとかでもたまにいますよね。そうですね、黒い格好で。でもシンプルに着たいっていう方なんかはいいんじゃないかなというふうに思います、うん、そうですね、はい、はい、そしてですね、この2人が着てるこちらね、もう大人気ペイズリー柄の T シャツなんですけど、はい、ブラウンですね。はい、はい。で、今まで白っぽいのと青っぽいのあったじゃないですか。そう、サックスが去年俺、そう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 、はい、そう、白っぽいの青っぽいのサックスカラーで、ピンクも出たんです確か、うん、で、ピンク出て、で、ブラウン出ましたと、はい、はい、いうことで一応、今売られてるこちらの元々あったカラーあるじゃないですか、はい、若干リニューアルしたそうです。あ、元々のも、はい、首元にあったロゴがなくなりましたっていう、ここにあったのがなくなりました、うん、中も内も両方とも、はい、ありますよっていうことで、サイズがえぐい。 SML XL XXL XXXL ですね。感じで、まあ僕も着れますし両辺も着れますしっていう、はい、まあイコールほとんどの人は着れるサイズですよ、うん、ということでね。僕も最近で、ね、2,3 キロ減りましたんで、おかげさまで。でもまだ 2,3 キロだから、うん、甘やかさないでくださいね、い皆さん。まあいつかねサイズ変わるんじゃないかなって感じですけど、こちらの T シャツお値段5,720円、はい、はい、ということですね。はい。で、言い忘れましたけど、このポロジャンですね。はい。ポロジャンいくらでしょ。いやーと、普通にポロシャツって考えたら T シャツより高いじゃないですか。うん。7,500円とか。まあニアピンですね。7,700円税込み。はい。こちらとなっております。はい。あとサラサラして着やすいし、ビヨーンって伸びる。多分ね、生地一緒なんだよこれ。そうですね、ほとんど一緒だと思います。うん。うん。そう、めちゃめちゃ着やすいし、こうサラサラしてるし、まあ、汗もかいてもね、うん、そんなベタベタしないという素材となってますので、はい、アクティブーム、ユーザーの方多分めちゃめちゃいると思うんですよね。もうどこの野球場とか行ってもだいたい着てるんで、はい、ぜひね、新しいのもチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、で、良平が見慣れないのを着てるんですよこれね。はい、こちらアクティブームさんリニューアルかな、アームスリーブが。で、筋肉ないだろお前、筋肉ないだろお前。はい、アームスリーブも出したということで、はい、こちら先にお値段が3,850円、はい、税込みと、比較的安めな分類が入るとは思います。そうですね、はい。で、こちら特徴がですね、手首の部分ですね。手首の部分こうやって加工されてますね。うん、キュンですじゃないんで、はい、ここね、ここ。理由があって、うん、普通のね、アンシャツってさ、はい、若干ほら、縫い糸がこうほどけたりとか、うん、若干こう緩くなったりするじゃないですか、はい、それ防止でこうしたと。あ、若干ほら、緩くなるじゃん、緩める場合もあるじゃん、ね、伸びて伸びて、それ防止で このようになったそうなので、だから長く着れますよね。そうですね、こうほどけたり緩くなったりしてね、ならないっていう。ちなみに
M サイズです。僕結構あのメーカーによっては S サイズとかアメリカのユーザーとかあーメーカーとかだったら XS 使ったりとかするんですけど、うん、M サイズでぴったりなんで、うん、ちょっとそういうのを参考にしてもらいたい。まあ僕はまあもちろん一番大きいサイズ、うん、L とか、うん、そういうサイズなんですけど、まあこういうおしゃれなあのまあ夏ですし、はい、まあやっぱアクティブームをねやっぱ最初にやっぱ広げた男としてはやっぱ嬉しいものがもう涙がもう止まらないですね、うん、本当にね、はい、まあ、本当にイルマからのお店はね販売スタートしてますし、はい、そこはもう今全国に出回ってますしね、うん、どなたでもねあの手に取っていけますし、購入できますし、昔はもう大変だったんだからモンタナでしかお店は取り扱ってないが、そこばっかを集中して、もう、うん、女さんがひたすらそれをこう発送するのにもうダメだ、物が足んないっていう状況があったんですから、そうなの、発送しなきゃっつって秋田県から注文入ってるとかで、なんとかこうお店を増やして、はい、良さをまあお店の人が知ってみんないいないいなって言って広がってった感じなんで、まあそれでねいろんな商品がもう増えました。昔はもう暗室しかなかった、半袖長袖しかなかった、どん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 増えてってね、まあパーカーとかも今冬で行ったら出てるし、グラコンみたいなのもね、そう、まあ、ありますし、パッドもグローブもありますしね、うん、非常にたくさんのねあの野球ギアあの出てますのでね、ぜひとも、はい、興味ある方は、着用してみていかがでしょうか。はい、はい、というわけで本日はこのアクティブーム新商品出ましたよっていうご紹介をさせていただきました。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。You're not